9年ぶりに連続ドラマ、この女、ジルバ、で主演を務めている女優の池脇千鶴さん。最初は、あまりの変貌ぶりに、老けた、と話題になっていましたが、第2話が放送され、ラストシーンで変化した池脇千鶴さんの姿が登場すると。ネット上には、全く別人だよ、どんどん可愛くなっていく、といった声が上がっていました。そんな池脇千鶴さんは、井上真央さんを含めて、いろんな女優さんと似ていると言われることが多いようです。今回は、池脇千鶴さんに似ている女優さんを調査しました。奥地、池脇千鶴と井上真央は姉妹役で共演してた。池脇千鶴と井上真央がそっくり&似てると話題。池脇千鶴に似ている女優は他にもいる。1人目、大島優子、2人目、長作ひろみ、3人目、なお、その他、まとめ、池脇千鶴と井上真央は姉妹役で共演してた。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。池脇千鶴さんは、1997年にオーディション番組、アサヤンの CM 美少女企画岡村隆史の妹、第2弾、三井のリハウスガールオーディションで、8000人の中から映画監督の市川淳さんに認められ、第8代リハウスガールとして芸能界デビューしました。実は、デビュー作のテレビコマーシャル、CM では、子役時代の井上真央さんが妹役として共演しています。丸、こちらがそのコマーシャル、CM です。池脇千鶴さんの昔の CM に、なんと10歳の頃の井上真央ちゃん、シャープタイムトンネル、シャープ井上真央ピック .twitter.com/oz0i と、こちらが共演画像です。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。画像引用元、Twitter、池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。画像引用元、Twitter、丸、池脇千鶴さんも井上真央さんも可愛らしいですね。実は、井上真央さんの方が早くから芸能界をデビューしています。池脇千鶴さんはこの CM がデビュー作でしたが、井上真央さんのデビュー作は1992年のドラマ、真夏の刑事で、パトカーに跳ねられて死んでしまう子供の駅でした。企画画像。池脇千鶴と井上真央がそっくり&似てると話題。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。コマーシャル、CM で姉妹役として共演していたお二人ですが、ネット上ではそっくり似ていると話題になっているようです。池脇千鶴さんと井上真央さんを同じ人だと勘違いしていた。M セミコロンナブラセミコロン A。池脇千鶴と井上真央って似てるな。見分けつかん。同化かな、アンダーバー、見分けがつかない、同一人物だと思っていた、という人までいますね。実際のお二人を比較してみましょう。まずは、池脇千鶴さんです。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。次に井上真央さんの写真です。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。二人の目元はちょっと違いますが、確かに清純な雰囲気が似ていますね。見分けがつかないという人がいるのもわかります。幼少期に姉妹役として CM で共演した二人は、成長して大人になってからも顔が似ているのは何かの縁でしょうね。幼少期も今も姉妹のようですね。池脇千鶴に似ている女優は他にもいる。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。実は、井上真央さん以外にも、池脇千鶴さんと似ていると言われている女優さんがいるようです。似ていると言われている女優をまとめてみました。1人目、大島優子。1人目は、元 AKB48 で女優として活躍している大島優子さんです。池脇千鶴さんをツイッターで検索すると、大島優子さんの名前がたくさん出てきました。池
脇千鶴って笑ったり雰囲気が大島優子に似てるよな。あ、例え方逆か。池脇千鶴に失礼だわら。何回見ても池脇千鶴と大島優子って似てる。実際にお二人を比べてみましょう。まずは池脇千鶴さんです。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。そして大島優子さんです。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。笑った顔が似ていると言われていたので笑った顔を比較してみました。確かに口元や輪郭が似ていますね。一番似ているという声が多かったのが大島優子さんでした。2人目、長作ひろみ。2人目は芸能界きっての童顔女優、長作ひろみさんです。なんか個人的に池脇千鶴、井上真央、大島優子、長作ひろみ、左向き矢印、この4人はなんだか雰囲気が似てる気がする。オートバックコート。おお、池脇千鶴と長作ひろみってふと思ったんだが似てね。二人を見比べてみましょう。丸、池脇千鶴さんの写真です。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。そして長作ひろみさんです。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。丸、池脇千鶴さんも長作ひろみさんも顔の縦幅より横幅の肩が長く童顔であるところが似てますね。大島優子さんの次に似ているという声が多かったです。3人目、なお。3人目は、なおさんです。なおを見て、誰かに似てるなぁと思ってたら、池脇千鶴か。トレンドで見て思い出した冷や汗笑顔。なおさん、蒼井優さんと似てるって言われてるみたいだけど、池脇千鶴さんとも似てると思うなぁ。微笑むシャープあなたの番です。二人を比べてみましょう。まず、池脇千鶴さんです。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。丸、次は、なおさんです。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。どっちかというと。池脇千鶴さんの若い頃、昔の画像がなおさんに似ていますね。その他にも、今野美沙子さんや蒼井優さんとも似ていると言われていました。今の池脇千鶴は、今野美沙子に似てるな、ニコニコ。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。丸、とある CM 見てて、うわぁ、これ誰だっけ。久々見たなこの人、そうだ、池脇千鶴だと思って念のため調べてみたら蒼井優でした。やっと蒼井優の顔と名前が一致するという芸能の嘘か。蒼井優イコール池脇千鶴に似てる人って覚えたわ。いや、似てるよね。池脇千鶴、井上真央似ているそっくり。清純で素朴な印象のある女優さんは、大体似ていると言われていますね。